くらいいでしょう。気合と隔絶の精霊よ、我が身に宿れ、フィネア。ヤキダ君のためになるのかどうか、それすらも判断できないんです。一つだけ聞かせてください。春菜さんなら龍ヶ峰君たちを助けられますか。人間を甘く見ないことね。私たちはいつだってより良い社会を目指してる。いつか誰かがこの部屋の電源を落としにやってくるわ。きっと新しい道を見つけてみせる。赤血球さん、よ、赤血球、何それ。すみません、これは私もよくわかんないんですけど、届け先がここになってて。人の気も知らないで。リト、ん、言っとくけど、学校ではサチたちにあんたの愚痴ばっか話してるんだからね。こんな美少女と肩寄せ合ってお話ししてるっていうのに、全然手を出す素振りもないと思ったら。ごめんね、お姉さん子供体型で。ガンターファイ、頑張れガンター、ほい、シロは元気、あ、それがガンターファイ、頑張れガンター、シロはトゥットゥルー。はい、オカリトゥットゥルー、マユシーです。そうやって聞こえよがしにこそこそつぶやくのやめてくれない、高木さん。そう、じゃあ小闇お兄ちゃんに頼もうかな。はい、洗濯してきれいにしたから、小闇お兄ちゃんから返してもらえるならそうしてちょうだい。死にたい、死んじゃいたい。女の子が早弁してるところ見られるなんて、どんな顔で話せば。今踊ろう。今夜は二人だけのキャンプファイヤーだよ。私の好きはキスとかいろいろしたいの好きなんだけど、江島くんは違う。愛してくれてありがとう。消えないでくれ。命をくれて本当にありがとう。なるかみの少しとよみて差し曇り、雨も降らんか君を。